まずはものづくりにおけるその作り手と使い手のギャップがまあ何十年何百年もそうですねの単位で起きているというところですで。もともとものづくりというのはワントゥーワン左の絵にあるようにタンスをこしらえたいというまあ家主さんに合わせて大工の棟梁などがその人の住居環境またその使う方がタンスに入れるもの そういったものを踏まえてものづくりの方をしてい,たいましたが、まあ、そういった個別生産だったところから大量生産になることによってだん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 目の前にこう利用者の姿または見ることができなくなってきているというところ特にいろいろな生活環境の発展によって多機能化 また多様化、そういった背景もあり、そういった中でも利用者を見れ,見れずにそういったところの機能を追加しているというところ、あと意外と、まあこれはあの作り手が悪いというわけではなくて、人間自身ですね。やはり人間自体がどういったことを特性として持っているか、そういった限界といったものを意外と、えっと、分かっていない。まあ、こんなことも理解できるだろうとか、そういったところの、まあこれは人間の本質として持っているというところがあります。 え、そういったギャップが生じてきていることによって、今ではその利用者の視点ないしは人間中心で開発をしていきましょうえ、そういった取り組みなどが増えてきています。ま1つの考え方として、えっと1つはユーザビリティですね。まず皆さんも耳にした。 ことがあるかもしれませんけれども、一応定義はされていて、まあ、ユーザビリティというと、一言でこう使い勝手のような、まあ、そういった言い方はされますけれども、まあ、特定の利用状況によって、特定のユーザーがある製品を、えー、指定された目標を達成するために用いられる有効さ効率、またユーザーの満足度という形になります。なので、万人に対してどうこうということではなくて、ある特定の人がちゃんとやりたいことができるか、またそれが、 え非効率でないか、または満足として使っているか、えそういったことをこう定義されている考え方になります。こういったまず usability ーーって一つの考え方もまずあるというところ。で最近ですと、えっ、ー、とそのユーザーエクスペリエンス、これな聞きなじみがない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ利用者の、えー、利用するその体験、まず、あ、その相和全体像自体を対象としてまあデザインすること。 そういいった考え方も出てきてきますこれは利用するだけではなくて、まあ、事前に利用する予きの段階とか、利用した後の経験とか、そういったことも含めて、ユーザーに良い体験を提供してあげましょうというふうな考え方です。ちなみに、このユーザーエクスペリエンスをデザインするというところで、いろいろと決まったには考え方はあります。例えばユーザーザザであるるシステムをを使ったとに体験をデザインすることだ とか、えー、今まで人が体験したことないクールで美しい UI だとかですね、ドキドキワクワクさせるサービスストーリーだとか、おもてなしだとか、まあ、いくつかこう考え方としては、えー、あるんですけれども、まあ、我々として考えるのはこの生活者のまあ好ましい体験のデザインということで、ポイントは自己変 各利用者本人が自己変化行為とするような、そんなポジティブを体験としてちゃんとデザインするというところで、それが利用者にとって必然的な価値で、製品サービスを、まあ、企業の関係性として積極的に維持したいと思わせること、まあ、これが我々の考える、まあ、生活者の体験のデザインだと感じています。まあ、こういったあの人間中心でデザインするということにいくつかキーワードというか考え方が最近、現れてきております。 で、このデザインリサーチを考える上で、まあ、そういった人間中心で考えるというところの一つのプロセスとして、まこれも定義されている、ああいう層で定義されているものがあります。それが人間中心設計プロセスというものでして、今日ちょっと細かくこ,このご説明はちょっとしないですけれども、えっと、大きくは4つのプロセス、真ん中にある利用状況の把握と明示、いわゆる利用者がどんなふうな状況で、 使っているのか、そんなことを把握しますというところ。で、そ,その次に要求の分析と使用化ということで、まあ、その利用者がどんなニーズを持っていて、どんな使用とか要件をが必要なのかということを定義する、まあ、企画するというところですね。で、その大元に設計解決案の作成ということで、具体的な、えー、解決策を、まあ、作ってみる。まあ、これは具体的な あの製品じゃなくてもよくて、プロトタイプでも OK。で、作ってみたらそれを評価するということで、要求に対する評価といったことを行う。まあ、いわゆる PDCA のサイクルのような形で、製品の接客、まあ、プロセスの一つとして定義されているようなものがあります。少しあの古い事例ですけれども、券売機の事例を少し写真としておきましたが。 まあ利用条件の把握と明示ということで言うと、気を使っている利用者がどんな方たちがいて、どんなことをしているのか、そんなことを調べて、具体的にその券売機はどういうふうにあるべきなのか、といったことをまとめて、それを実際に作ってみて、評価する。まあ、そういったプロセスになります。 まあこれをすることによって、まあ、いわゆる人間中心のデザインをまあすることができるというふうなことも言われている、まあ、そんなプロセスになります。で今回、今日お話しするそのデザインリサーチという部分は、このユーザーの利用状況とを把握して、まあ、そこからこう企画するという部分までを指しているえ、そうお考えいただければと思います。えこれはまあ人間中心的プロセスで置き換えるとそこになるというところですね。 まあ、あくまでもデザインプロセスの中の一つの活動と捉えていただければと思います。でそんな、えっと、人間中心設計の考え方とかものづくり、まあ、そういったものの昨今の状況を少し追加でご説明します。まあ、いわゆるこう製品、これは別にあの何かジャンルに問わず、もの 市場自体が今、いわゆる円熟市場になってきていると言われていて、まあ、昔は何か作れば売れる時代から、最近ではその新しい生活体験とかがないと、手に取ってもらえない。で、そういったところに状況としてなってます。それは多様な価値観とか、多様な生活様式とか、もう満たされている時代の消費になるので、そういったことを利用者、または生活者が求めているというところです。でそこの いわゆる円熟市場で今必要となってきているのがいわゆるまあ作り手として理想のこう目標をちゃんと掲げてそこに導くっていうところなんですけれども先ほどギャップが生じないように過去にちゃんと培わできて。 人を知るための手段とか理論をちゃんと把握して、まあ可能な限り思い込みがない状況で利用者を理解すること、そこがすごく求められてきている状況かなと思います。昨今の時代でデザインしていくためにということで、これはサービスデザインドゥーイングにもあるんですが、まあこのデザインリサーチというものによって、プロジェクトのチームが人々の動機とか行動の理由をちゃんとつかめるように また人々の課題とかニーズを特定して、さまざまな可能性を開けるように。で、思い込みではなくて、データとかインサイトに基づいた意思決定をできる。その対象に共感し、知らない分野に身を置き、彼らの実践やルチンを学ぶ。まあ、彼らというのはこれ、この調査対象、また利用者。 ターゲットだったりですね、またプロダクトやサービスに対するさまざまなギャップを埋める、まあ、これ先ほどもちょっとお話ししたような、新鮮な目で対象を捉え、思い込みから解放される、そういったところがデザインリサーチの期待として今あるというところです。で皆様もお仕事の中でいろいろとお話、言葉としては聞いていたり、また実践をしなくてはいけないというところになってきているのかなというのも、最近の流れとしては当然のところなのかなと思っています。<music>